ははいこんにちは、えー、今回はですね今は亡き国際産業から発売されておりました、えー、M296 インチもう定番モデルですねこれのメガヘビーウェイトモデル MHW と、まあ、こういう箱に入ってですね、えー、販売されていた晩年のモデルをご紹介させていただきますもう説明するまでもないんですけれども、まあ、ダーティハリーでブレイクしてですね 実銃も、えー、映画のおかげで飛ぶように売れたと、まあ実際この銃をですね、えー、実用としてあの供するような、えー、アメリカ人もさすがにあまりいなかったらしいんですけれども、まあ、当初はさほど人気のあったモデルでもないんですけれども映画を皮切りにですね、えー、ものすごい人気を博してですねもちろんモデルガンの世界こちらの方でもすぐに、えー、飛びついたわけですね。 で当初ですねダーティーハリーの44マグナムっていう倉庫街でねこの銃を構えているポスター MGC がチラシを作りましたなんとその銃はですね当時もうすでに発売されていた M19 の6インチの写真でした輸出版で色の黒いやつをですねバッ、えー、と見せてつまり金属モデルで写真を撮って樹脂製モデルの宣伝をしたという 私これ覚えておりますで家をどっか探せばあのチラシも出てくると思うんですけれどもご興味のある方はですねまだあるかどうかわからないんですけれども秋葉原に1軒中古専門のですねモデルガンショップがちょっと駅から離れたところにありますそちらの方に行くとですね店中に古いポスターぶわーっと貼ってあってですね まあ、あの店長さんと話しているとですね1時間ぐらいあっという間に過ぎてしまう、まあ、モデルガン好きだったらたまらないような、えー、中古ショップがあるんですけれどもそちらにも貼ってありましたんでぜひ足を運んでみてくださいで晩年の国際産業に関しては、えー、前回別の動画 Python でしたかねでもお話ししたと思うんですけれども社屋側の火災を起こしてしまってですね、まあ、いろんな意味でダメージを受けてで最後はあの別の業者さんが えー、完成品を仕上げるようになって、で、それからのモデルだとこれも思います。で、当時私はこれはですね、えっ、ー、と、毎年あの、新橋でですね、え、年に3回ぐらい地元の連中と酒を飲むんですけれども、必ずその時はですね、当時は丸号ですね。丸号によって自分で選んで、まあ、選んでっていうのはですね、モデルガンというのは一丁一丁仕上げが違うケースが多いんで、 まあ2兆ぐらい出してもらう23兆出してもらってですね問題がなければそれを買うという店頭の楽しみを味わいながら買っていたモデルの1兆ですでこのクラウンの部分ですね、まあ、重厚部分近いところこの仕上げがですね時々ハズレがあるんですねやっぱりここの仕上げ難しいらしくてここが妙に削れちゃったりっていうような私 M19 の4インチ持ってると思いますけれど今度お見せしますけれども というのはまあ別にしてですね全体的にまあいい仕上げとあとこのこれは樹脂製のグリップです、えー、昔ケミウッドグリップなんて言ってましたけれどもね樹脂製のグリップにもかかわらず非常にいい色艶のものを出しているそれとメガヘビーウェイトというぐらいですから非常に重いでこの銃にですねなんとですねこの滑らかさすごいですよね 実銃私、正直あの持ったことないんですけれども、それに比べてもいいんじゃないかぐらいのものなんですけどこの箱にですね、さらにですね、おまけと言っちゃなんですが、これ、要はダミーカートですね。ダミーカって言われてますね。それに、発火用のカートも別途ついてくると。 つまりカートンが12発ついてこのお値段っていうような感じでですね私は非常に割安感を感じてですね「いいんすか?」みたいな感じでまあ喜びさんで買ったんですけれどもね正直あの私の中であの M29 っていうのは、まあ、正直何て言うんですかねかっこいい銃ではあるんですけれどもな,なんかこう美人だけどだけないよねみたいなところもあってね ああんんまりこうの思いい入れのある銃ででは実はないんですよね大好きなんですけれどもある意味でそんな中でもですねこう手にしてしまうっていうのは定番の強みっていうんですかねやっぱり一応あの美人とはお友達になっておきたいみたいなねそういう男のさもしい気持ちをですね特に SW のリボルバーっていうのは流霊なこのフォルムがですね男性を思わせるパイソンに比べてはやっぱ女性的ですよね まあそんなこともあってでこのダミーカートを詰めるとシリンダーどうでしょうインサートがですね小さめに作られていることもあってですね結構あの実従感が出てますよね私ちょっと規制的にこれ大丈夫なのかななんて当時心配したんですけれどもねでこれに発火カ,カートをつ入れればもちろん普通に発火も楽しめるということなんですけれどもね発火カ,カートに関しては以前も お見せしましまた通りこのキャップ開口を中心にねあのあ中心とていうか前提に、えー、作られているカートですもちろん私は発火しませんけれどもこのカートリッジも嬉しいんですけれどもまあ昔の MGC みたいにね、まあ、国債とかもいらないです横文字にしちゃってくれるとあのちょっといいかなみたいなところはあるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね晩年の国債産業さんの何て言うんですかね 最後の一花みたいな感じの時期のですねいいモデルガンであることは間違いないですでまあ今日あのちょっと酔っ払ってるんで辛打ちも平気でしちゃいたいぐらいなんですけれどもものすすごい滑らかです私あの正直言いますあの今の国際あ失礼あの田中さんのですね R モデルにも引け取らないぐらいの最後の滑らかさ出てたんじゃないかな国際産業さんというふうに思っております 44マグナムって言われてましたよね。M29 ファンの皆さんにはですねもう本当に定番中の定番のモデルだと思うんですけれどもこれからもモデルガンの世界では生き続けるんだろうなというふうに思っておりますではまた